岩崎城は岩手県北上市和賀町岩崎にある日本の城。領主、和賀市一族の居城。岩崎城は道の区国和賀郡岩崎村にあった和賀市の城で本城である双子城に次ぐ規模を誇っていた。鎌倉時代後期の和賀市系図によれば、和賀景行が譲る読した書領の中に梅木号他が見える。南北朝時代の岩崎城付近は、 南朝方に属していた同族の鈴間氏との境界に近く、略王四年、広告二年に、南朝方の北畠明信に、岩崎が手が攻められて、鬼柳清義が討ち死にしたという。戦国時代には、和菓子所流の岩崎氏の居城となった。天正十八年、豊臣秀吉の奥州市沖によって、和菓子は所領を没収され、上智追放の処分を受けた。 これに対し、河西大崎一気に強調した我が吉忠だが、冷え抜き師と共に、給料回復を目指して挙兵した。しかし、欧州最終機軍に鎮圧され、我が軍は南部資料となり、軍内の5カ所の城は後に破却することとなった。天正20年の諸城破却諸城には、岩崎山城派、信直、を抱え大関東資郎とある。慶長5年、南部氏が、 最上出陣中、伊達市の支援を受けた、我が忠川は、再度給料回復を目指して挙兵、忠鹿によって、東条は修復され、その拠点として、南部市と戦った。我が勢は、花巻城を吸収し、三の丸、二の丸を制圧して本丸に迫ったが、援軍を得た、南部勢に敗れて、双子城を放棄、岩崎城で牢城戦となった。 しかし翌慶長六年に、岩崎城は落城、ただちは主従らとともに、仙台国部はまでらに逃れ、主従のか田春道、るみち、つついらと共に自害した。鎮圧後は、南部市家臣の野田、大土、栗屋川の諸子によって修理され、慶長七年には、河山明助が、岩崎城代として、入城、旧和菓子勢力への抑え、仙台藩領境の警護に当たったが、間もなく、 廃城となった。夏はブラカワが、我が川に合流する西岸の絶上大地に立地。大城は、南北四角からなり、大地西側下に、木地、大地上の角外に、家臣の屋敷跡がある。各角の周辺には高さ約2メートルの土塁が、築かれていたが、三ノ丸以外はほとんど消失している。各角は、空堀で仕切られ、幅20メートル。 高さ15メートルに達するところもある。現在、大地の中央部にあった天使を模した岩崎地区公民館は2008年3月に閉鎖され、上閣後の西側は岩崎城運動公園として整備された。ありがとうございます。